おはようございます。今日は AXFX3 のファームウェアアップデートをしていきたいと思います。現在のバージョンが 13.03、 2020年の8月25日にリリースされたバージョンになります。それでは早速いってみましょう。アップデートにはフラクタルボットというアプリケーションを使います。セレクトデバイスというところをクリックするとこのように対応機種が出てきます。今回は FX3 なので FX3 をクリックします。 USB で接続しておくとこのように接続が認識されます。でこの部分にですね、最近はすごくありがたいことにファームウェアのアップデートがありますよということで、ここをクリックするとダウンロードができます。それではしばらく待ちましょう。はい、ダウンロードが完了しました。ここですね、AXFX3 ファームウェア 14.00 がセットされたのが分かると思います。ではこの Send the File というところのこの Begin というボタンを押しましょう。そうするとデータが送られ始めます。で本体の方もこのようにアップデート画面になります。フラクタルボットの方は 51%、52% というふうに数字が出てますね。本体の方は 0.1% 単位まで表示されてますね。はい、アップデートが完了しました。注意事項が出まして、このアップデートが完了しましたら本体の電源切るんですけど、電源を切ったらすぐに再起動はしないで5秒待ってから電源を入れてくださいというふうに表示されます。はい、このようにですね。それでは電源を切りましょう。はい、それでは電源入れてみたいと思います。電源が入りました。それでは確認してみましょう。セットアップからユーティリティーズへ入ります。そしてページボタンで横にスライドしていくとバージョン情報が出ます。ファームウェア 14.00 になりました。2020年の9月4日になってますね。無事にこれで完了です。はい、今回実装されましたチューナーオンヒールダウンという機能についてちょっと説明したいと思います。これちょっと設定するの初見でわからないかもしれないのでちょっと解説しておきますね。まずセットアップを押します。そしてミディリモートを押します。でミディリモートの中にアザーという項目があるんですね。でアザーページの上から3段目にチューナーオンヒールダウンという項目があります。この部分をペダル1に設定します。ではやってみましょう。エクスプレッションペダルを接続してみました。それでは早速ペダルを動かしてみましょう。ペダルをかかとの側に落とします。チューナーに切り替わりました。ペダルを踏み込みます。元の画面に戻りました。無事に反応しているようです。これは便利ですね。いかがでしたでしょうか。この機能のおかげでフットスイッチにチューナーをアサインする必要がなくなります。その分フットスイッチでエフェクトのオンオフやシーンを1つ増やす、プリセットを1つ増やすなど、より選択の幅が広がると思います。今日はファームウェアアップデートの方法とファームウェア 14.00 で実装されたチューナーオンヒールダウンという機能を紹介させていただきました。とても便利な機能なので、これでまた使い勝手がかなり良くなると思います。それでは今日はこの辺で、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。